これまでわがチャンネルではエグゼイド解説を複数回にわたってやってきた、テレビ本編、夏映画と、そして夏映画本編とエピローグの間では1年の空白期間が存在し、その間にファイナルステージが消化されていたそうだ。ああ、あれってそのタイミングなんですか。ゲムデウス無敵とかいう土地狂ったやつが出てきたやつですよね。いやいや大げさに言ってどうせ無敵がボコすんでしょ知ってるわよ。その無敵を任してるって言ったら、土地狂ってるわ。そして劇場版エピローグから繋がる形でビルドとの共演となる冬映画が消化された。この時点でエグゼイド世界では2018年となっており、本編開始時から2年経っていた。病気がなくならない限りドクターの戦いは続くんだったわね。でもエグゼイド自体の物語はブルーエンディングで真のエンディングを迎えたのね。ところがギッチョン。あ、流れ変わったな。リアルの世界では外務移行恒例となる V シネマが2018年に公開。しかも史上類を見ない3部作構成となっている。エグゼイド全を含めてもせいぜい2部作まではあるんだけどな。3部作に関してはガチで例がないという。その名も仮面ライダーエグゼイドトリロジー、アナザーエンディング。本編開始時点から数えて4年後、2020年を舞台にライダーたちの戦いを書く。3部作のそれぞれでダブル主人公という体制が取られており、第1部がブレイブ&スナイプ、第2部がパラドックス・ウィズ・ポッピー、そしてラストの第3部が、ゲンム VS レイザーだ。またあの髪がなんかするんか。我々は忘れていた。この男が全ての悪の根源であることを、とでも言うと思ったか忘れとらんわたわけ。それは本当にそう。いや誰も忘れてねえよ。その CM が流れ、当時酒が飲める年になったナムハシは画面前でそう突っ込んだという。ちなみにそれぞれの公開タイミングが2週間おきだったから、劇場まで足を運んでいた視聴者たちはさぞ忙しくマネーを溶かしたことだろう。お前は溶かしてたの？バイト先の人間関係で精神がドロドロにはなってたかな。非常に突っ込みづらい。たまに出てくループ主の闇。てなわけで今回はアナザーエンディングの内容を解説するぞ。あれ、てかしれっとファイナルステージと冬映画の話雑に終わらせなかったか？I'm a仮面ライダー。とあるどこかの屋敷。その中で黒とは曲に合わせてタクトを振っていた、が曲後にタクトを投げ捨て曲を止めると。自身を含めた仮面ライダーに宣言する。自分たちはこれから世界に革命が起こる瞬間に立ち会う。他ならぬ、自分の限界なき神の才能によって。とな。またなんかおかしなこと言ってる。いやというかなんでこいつ檻から出れてるのよ。それは彼の脱獄を聞いたヒーローやタイガも同じ反応だった。あの檻を抜け出すのは差し物黒とでも容易ではない。となれば協力者がいる。そう結論付けるのぜ。あの黒とに従う者がいるっていうの？その時点では憶測の域を出ぬ。ましてや黒とが檻に入れられて3年だ。奴の才能があれば自力で抜け出す手段を作ることも可能だと考えもしたであろう。ないとも言い切れないのが黒となんですよね。無駄に才能ある分いくらでも可能性を考えられるのが立ち悪いわね。ヒーローもタイガも奴の所在は気がかりだったものの、お互い仕事があるみ、タイガはキリアの開発した新薬のおかげで経営は順調、ヒーローは再生医療によって消滅した人々の命を取り戻すために日々奮闘していた。3年経っても未解決か。まあそう簡単に行くわけがないわよね。それでもゆっくりとではあるが。着実に前進はしていたのぜ。それは彼女、生徒大学附属病院の再生医療センターにある、ゲノム医療研究室のユニットリーダーにして遺伝子医療の権威、八乙女紗友子の協力あってこそ、バグスターがなぜ宿主の記憶を宿しているのか、それは彼らに宿主の遺伝子情報が組み込まれていたからだと解き明かし、そこを突き詰めていけば、バグスター化した人々を人間に戻せるかもしれないという、さらっと言ってるけどやってることの次元が違いすぎるのはわかる。そんな彼女は若き天才外科医であるヒーローを食事に誘うなど積極的、が当然ヒーローは先一筋、きっぱりと断るのだった。対して一緒に聞いていたキリアはというと、どうも彼女の大人の色気にメロメロな模様。6歳児には刺激強いですよね。不条キリア君のことは忘れろ。というかキリアでなくとも絶対日朝出れないタイプの色気あるんだよなこの人。そして夜、仕事を終えて帰宅するヒーロー、その背後から彼を呼び止める女性の声。その声はヒーローにも聞き覚えがあり、ずっと聞きたかったと同時に聞こえるわずのない声。振り返った彼の前に現れたのは百瀬咲その人だった。なんで？データは確か正宗が完全に抹消していたわずよね。それはヒーローも同じことを思っただろう。理解の追いつかないまま、先は夜の闇の中へと消えていった。この時の先の顔はやたら無表情で、なおかついきなり忽然と姿を消したもんだから軽くホラーですよ。そんなまるで幽霊のごとく消えたもんだからヒーローも疲れすぎて幻覚を見たと思ってましたし。まあそりゃそうなるわよね。翌朝、ヒーローは行きつけの洋菓子店でケーキを2つほど買う。だがその道中、再び先と遭遇、幻覚だと振り払おうとするが、甘いものが食べられるようになった。その彼女の言葉に確信する。幻覚などではなく本物の先だと、なぜ復活できるはずがない彼女がここにいるのかという気持ちと、ようやく再会できた喜びがないまでになりながらとヒーロー。だが、そこに一人の男がやってくる。それは先同様ここにいるはずがない男、天ヶ崎蓮、ラブリカバグスターだった。こいつは、確かクロノスにポーズ中に倒されて復活できなくなってるわずじゃ。愛の力で蘇ったと相変わらずの臭い言葉ではぐらかしながら先に触れるラブリカ。しかも先は嫌がるどころかヒーローと別れてラブリカを選ぶという始末。明らかに洗脳されている。
鉄鋼士変身して立ち向かうヒーロー、ラブリーガールズは消滅しているためにダメージは普通に通るかと思ったんだが、なんとラブリカは彼女らの代わりに先の好感度を利用し能力を発揮した。結局全く手も足も出ずに惨敗。そんなヒーロー先は冷たい目で見ていた。洗脳を解く。そのためにこの2年間先を取り戻したい一心で努力してきたこと、再生医療で希望を見出し、先の笑顔を取り戻すために死に物狂いだったと、必死に呼びかけるが、帰ってきたのはあなたは何もしてくれなかったという一言、先はヒーローを見限ったのだと精神を揺さぶるラブリカは、彼女と共に離脱、洗脳されてるがゆえの言葉だとは理解している。だがそれでも、かつて自分が先と向き合わなかったのは事実。ヒーローの心はズタボロにされた。躍起になったヒーローは病院で黒との脱獄についての概要を M たちに聞く。すると、確定でこそないが M が脱獄の手助けをしたかもしれないことが判明した。いやいや M が黒とを脱獄させるわけないでしょ。もちろんさせたくてしたわけじゃない。ある時黒とは M とパラドに自身の開発したパズルゲームをプレイさせた。二人の協力プレイでそのゲームはクリアしたんだが、その直後だった。檻の中から黒との姿が突然と消えたのは、おそらくそのパズルゲーム自体が脱出のためのパスコードのようなもので、クリアしたことで檻のロックが外れたんでしょう。知らず知らずのうちに利用されたってわけか。なおこれは武士目の前日談という形の外伝エピソードになっておる。これで今回の騒動の発端は黒戸だとほぼ確定したようなもの。ヒーローよりその話を隠れて聞いていたタイガの予想は当たっており、全ては自身の崇高な計画のために、プロトがシャット内のデータのロックを解除、先をバグスターとして復元し、ラブリカに関してもある人物に感染させて実体化させていた。テレビ本編時点ではロック解除はマスターがシャット内とできなそうだったのに、まあこれに関しては数年で成長して解除できるようになったとも考えられるか。でもそれより先もラブリカもデータは消えていたはずでしょ。なのになんで、先のデータが復活したのは、テレビ本編で起こったある出来事が原因だ。あっただろ、壊れたものが復元された瞬間が。もしかして、リセットか。そう、40話でマサムネが発動したリセットによりゲーム時間が35話の起点まで戻った。38話で消去された先のデータもこれで復元されたんだ。じゃあラブリカも。と思ったけどあいつの消滅はそれよりもさらに前か。あいつの場合はタイガの推測でこそあるが原因らしきことが判明しておる。奴は坊主中の止まった時間の中で消滅した。だがダンマサムネもまた消滅。これにより死の瞬間で止まった奴の時間が動き出し、復活可能となったわけだ。ただし一度は消滅した影響か、それともクロトがそういう風にプログラムしたのか、完全体ではなくなったようではあるが、どちらかというと後者の可能性が高いかもな。実際クロトはラブリカに恋愛ゲームのタイムリミットを教えてたし。そういやあいつ恋愛ゲームのバグスターだったわね。翌日の午前0時、先の魔法は解けて消滅。そうなればゲームとしてバッドエンドを迎えてしまうので、感染者を消滅させられず、完全体になることができずにラブリカ自身も消滅すると煽っていました。わざわざ焚き付けるようなことしてるからわざと不完全体で復活させた可能性はあるわね。というかラブリカの感染者は大丈夫なのかしら。その人物はすでに判明している。時間はヒーローが最初に先と遭遇した夜まで遡り、タイガー、そして医療事務のバイトとして働くニコはいつものようにじゃれ合っていた。そこに、絵に描いたような日本のオタク文化に染まった風貌の外国人が現れる。彼の名はルーク・キッドマン、アメリカ人のゲーマーでありニコとは窮地の中、いきなり押しかけて、しかもニコをぶっ倒しに来たと発言。ニコ自身は彼を煙に巻くが、直後ゲーム病を発症するルーク。もうわかると思うが、彼こそが今回ラブリカに感染した患者だ。感染したのは気の毒だけどいきなりぶっ倒す宣言とはなかなか癖が強い。いわくニコとはアメリカのゲーム大会で何度も対戦経験があるらしく、戦績はニコの全勝中。そのことでルークは彼女を一方的にライバル視してるらしい。なんか登場初期のニコみたい。タイガもそう思って懐かしそうにする反面、ラブリカワクチンが現状開発されておらず、治療するには戦うしかない時を引き締める。いわくワクチンのおかげか変身せずに治療することができるようになったようで、この時点で2年間変身していなかった模様。かなりブランクありそうだけど、しかし国境を越えてまで追いかけてくるとか。ある意味ニコ以上の執念ね。ライバル視してるとハイエ男と女、地上のもつれ的なのがありそうだわ。とハイエ色恋の問題は今回ヒーローと先だけでお腹いっぱいだしないか。あるぞ。あるの？ルークはニコとある約束をしていたんだ。自分が勝ったら恋人になってもらうってな。結構典型的なのが来たわね。まあニコの反応からしてルークが一方的に突きつけた約束の可能性が高いけどな。あからさまに鬱陶しがってたし惚れてないのは火を見るより明らかだ。好意を寄せてもない相手から一方的に突っかかれつきまとわれる。一歩間違えなくてもストーカーとして通報されてもおかしくないんだが、形はどうあれルークのニコへの思いは大きい。ニコのいない人生は考えられない。にもかかわらず当のニコは病院のバイトに甘んじ、ゲームから遠ざかっている。そんなのはニコじゃないとはっきりと言い捨てるほどだ。勝手な言い分だと切り捨てることは簡単だ。だがニコ自身思うところはあるのか、タイガに今の自分は自分じゃないのかと問う。だが否定であれ肯定であれ、何か言って欲しかったニコの気持ちとは裏腹に、タイガの答えは無言、さらには俺に聞くなと悩ましげに言う。二人の間には着実に溝ができていき、それを突如現れたラブリカにも煽られる。さすが恋愛ゲームのバグスターが共通の敵ということもあってかドロドロ成分があるわね。一方のヒーローは、生徒大学の食堂にいた。そこはタデもない。
サキトの思い出の場所、当時一日でも早く医者として体制すべく食事中にも勉学に励んでいたヒーロー、だが集中しすぎるあまりラーメンが伸びてしまい、それをサキが指摘したのが二人の馴れ初め、友人関係も希薄で近寄りがたい雰囲気のヒーローにも物おじせずに話しかけるサキ、そんな彼女とはいつしか一緒のテーブルで食事を取るようになり、ヒーローの医者を目指す者としての心構えに驚嘆したり、手術のイメトレを称してサバの味噌煮をナイフとフォークで食べる姿を笑うサキ、そんな彼女の笑顔にヒーローも釣られて笑う。微笑ましい光景がそのところにはあった。テレビ本編で描写されたのがせいぜい二人が喧嘩別れするところくらいでしたので、ここに来てようやく微笑ましいエピソードが明かされましたね。しかし今、ヒーローの隣に先はいない、そこにあったのは誰もいない静かな夜の食堂の空気だけでした。その後、ヒーローは再生医療センターでキリアから話を持ち出される、黒との失踪を探っているうちに、ラブリカの目撃情報を手に入れたと、この時点でラブリカと先のことは誰にも話していなかったヒーローだが、明らかに余裕がない彼を心配した M に相談されたキリアに探りを入れられる、黒とを捕まえる足がかりとするためにラブリカ打倒に協力する、という条件で目撃情報を書いた紙を渡そうとするんだが、その時ニコからタイガが倒れたと連絡が入り大急ぎで駆けつける。なおこの時どさくさに紛れて紙を回収していたりする。その後一人になったキリアの元にサエコがやってくると、何やらヒーローが気になる様子であった。いわく病院長の父を持つヒーローがその背中を見て医者を志したのと同じく、サエコもまた遺伝子医療の権威であった父の背中を見て同じ道に進んだという。つまり似た者同士としてシンパシーを感じてたってわけか。だが娘が同じ道に進み活躍しているのなら父も鼻が高いだろうというキリアの言葉に、どこか怪しげな雰囲気を身にまとう彼女の姿は、何やらただならぬものであった。もしかして何か関わってるのかしら、というか遺伝子医療の権威ってどっかで聞いたことあるような。ところ変わって駆けつけたヒーローがタイガの診察をすると、なんと彼は合計で8種類ものバグスターウイルスに感染していることが判明。8種類？何があったらそんなことになるのよ。原因は密かに隠し持っていた、仮面ライダークロニクルのガシャット。実はこの数年、何度もこのガシャットを起動させていたというタイガ、完全な抗体を身につけ、クロノスの力を手に入れるために。でもなんでそんな無謀なことを、ワクチンもあるならわざわざ無理する必要ないし、仮に戦闘になってもスナイプで十分対応できるでしょ。と割れたタイガはポーズの力でラブリカを完全に倒すためだというが、ラブリカの出現はつい最近、年単位でクロニクルを起動させていた理由にはならない。そう詰められて、関連したように本当の目的を話す。その目的とは、先の復元だ。クロノスの力があれば先のデータも復元できるかもしれない。そう考えて、苦しみながらどうにかしてその力を手に入れようとしていたらしいのぜ。またこの男は自己の犠牲を顧みない。テレビ本編終盤に M に自分の命を大切にするように言われてたってのに。性分はなかなか変わらないんだろうな。これ以上無理をさせないために先はすでに復元されていることを伝え、目撃情報をもとにラブリカの元へ向かうヒーロー。しかし限界の体に鞭打ってまで後をつけてきたタイガに髪を奪われてしまう。当然病人に無理をさせられるわけもなく、ニコも安静にするよう言うんだが、タイガの決意は変わらない。クロノスとなってラブリカを撃破し先を取り戻すと、ヒーローは不思議でならなかった。タイガが責任感の強い男だとは知っているが、それでもなぜ本来ヒーローの問題である先のためにそこまでするのか。まあ今までのタイガを見てれば不思議ではないとは思うけど、冷静に考えれば少し異常か。彼を突き動かしていたのは使命感だけではない。そこにあったのは、罪悪感と恩義だ。本来ならタイガは、かつてグラファイトに重傷を負わされた際に死んでいてもおかしくなかった。そんな彼が生きているのは、ひとえにヒーローが先のデータを諦めて、彼の命を救うことを選択したおかげだ。要は先の命と引き換えにタイガは命を拾った。だから自分には、先を救う責任があるのだと。ましてやもともと先はタイガの患者。自分が医療ミスを犯さなければそもそもこんな悲劇は起きていない。その罪悪感は今なおタイガの中に根付いており、今回の事件がヒーローだけの問題であると丸投げするようなことはできなかったんだ。どこまでも不器用な男だわ。そんなタイガの思いに触れてなおヒーローはラブリカの元へ行こうとしたが、行くならガシャットを預かるというタイガと決闘にもつれ込んでしまう。結果はタイガの心象。とはいえ彼の肉体はすでに限界であり、守りたいもののために無理するなとニコを見て忠告する。しかしタイガはニコはすでに患者ではなくただのバイト。今の自分には失うものはない。そうかつてのように言い捨てたのぜ。いや、もう無理でしょそのムーブは。ニコだって絶対わかってるわよ。当然だ。4年も一緒にいれば嫌でもわかる。だがタイガはそんなニコに首を宣告し、あえて突き放す。ニコがタイガを理解するように、タイガもニコを理解していた。彼女が本心では、またゲーム業界に足を踏み入れたいと思っているだろうと。だから後腐れなく彼女が旅立てるように、自分が汚れ役を買って出たんだろう。このどうしようもない自己犠牲ムーブは一生治らんね絶対。その後呼びつけたポッピーからバグバイザーツバイを無理やり奪い取ると、一人でラブリカの元へと向かってしまう。ポッピーから連絡を受けたヒーローも慌てて後を追ったのぜ。23時35分。恋愛ゲームのタイムリミットまであと少し、舞台は整ったとばかりに余裕しゃくしゃくで先の攻略を完了させようとしていたラブリカ。だがそこに横槍を入れる人物が、言うまでもなくタイガだ。ニコを突き放してまで自分の恋愛ゲームを邪魔したことに腹を立て、バグスター状態となったラブリカ。
だがタイガは意に返さない。そしてポッピーから奪ったバグバイザーミをドライバー状態にしてクロノスへの変身を試みる。だが当然ドライバーが人間用ではないのを知っているラブリカはその様子を嘲笑った。ダンマサムネでもないタイガに使いこなせるわけがなく、勇気と無謀は違うのだと。だがタイガはのたうち回るほどの苦しみに耐え、予想を覆してクロノスへの変身を成功させる。すべてはドクターとして、患者も先も救うため、すべてを投げ打ってでも戦う男の覚悟は並大抵のものではなかったのだ。驚愕するラブリカをスルーし構図を発動。先に近寄るとクロノスの力で洗脳を解除した。洗脳の影響で苦しむ先を解放しつつラブリカと対峙。自身の愛用武器であるガシャコンマグナムで牽制しつつ格闘戦をこなすほか、黄色の愛用武器であるガシャコンソードで何度も切りつけ強烈な一撃を見舞う。圧倒的なスペック差で優勢。かと思われたが、洗脳を解除してなお続く能力によってダメージはほぼ通っておらず、逆に自分は負荷に耐えきれずに変身が解除。クロニクルガシャットは彼方へ飛んでいってしまう。同時刻ルークのゲーム病がさらに深刻化。弱気になる彼にニコは呼びかける。アメリカに行く。それが本当の私だからと、一見するとタイガに突き放されて自暴自棄になったとも取れる発言。そしてラブリカも、結局何もできなかったとタイガを煽り追い詰める。しかし、タイガの行動は決して無駄なんかではなかった。そこにヒーローが現れ、タイガのオペを引き継ぐ。苦しむ先に今まで向き合わずにないがしろにしてきたことを謝罪し、満を持してレガシーゲーマーに変身する。まさしく囚われの姫を救い出す騎士って感じね。それでもなお自分に攻撃は効かないと余裕を崩さないラブリカだったが、予想に反してダメージがあり、何が起こってるのかわからずに驚愕する。まさかと思ってタイガが先を見ると、苦しみつつも確かに笑っていた。ヒーローの言葉は、確かに彼女に届いたんだ。こうなってしまえばラブリカなど敵ではない。最後までろくな反撃を許すことなく翼を広げて天空からキックを決め、悪しき者を浄化するかのごとく純白の翼で包み込みラブリカを撃破したのだ。戦いは終わり、時刻は24時まで5分を切っていた。時間がない。何を話せばいいのかわからず尻込みするヒーローの名を、先は呼ぶ。それは洗脳されている時とは違う。穏やかな声、泣きながらまた謝罪しようとするヒーローを制止する先。初めて会った時から変わらない、医者としての道を邁進するヒーローの姿。そんな姿を尊敬していた。しかし焦燥感に駆られて信用しきることできなかったと。それでも今は心から信じている。だからヒーローは自分の未来だけを見てと、そう背中を押す先にヒーローは誓う。必ず先の信じる男に、世界で一番のドクターになってみせると、笑い合う二人。時計の針は24時を示し、笑顔のまま先は三度目の消滅を迎えたのだった。いつか完全に取り戻すため、今はしばしの別れって感じかしら。対するタイガは吹っ飛んだクロニクルガシャットを捜索していたのですが、なぜかどこを探しても見つかりません。それもそのはずでした。ガシャットはすでに回収されていたのです。陰で様子を伺っていたクロトによって。一体こいつは何を企んでるのよ。それはこの時点で定かじゃない。とにかく治療自体は完了した。ルークは元気になって旅立ち、それにニコも同行するのだという荷物をまとめ、互いに同会話を切り出そうかと悩む中、タイガはいなくなってせいせいすると言いつつもおかしの食いすぎを注意する。それに対しふてくされて返すニコ。そんな彼女に、困ったことがあれば連絡しろ。お前がどこに行こうが、主治医は俺だ。嘘偽りない本心を聞いたことでニコの機嫌も治り、体調崩したらアメリカまで診察に来るよう約束を取り付けて去っていく。去り際に剥がれかけていた張り紙を直し、世話になった霊として頭を下げ、一人の少女は元気に旅立っていった。そしてヒーローも前を向き、人々のために働くことを改めて決意。そんな彼を温かく見守るキリア。二人は今日も再生医療センターに、だが現れたのはサエコではなく男性の職員。いわく休養でその日は欠席するとのことだが、彼女がいたのは、かつてイムからパラド分離する手術を行った場所、ネクストゲノム研究所だった。そして彼女のそばには、クロトがいた。さも当然のように言葉を交わす二人。そう、彼女こそがクロトの協力者。怪しげだったのはやっぱりこういう理由か。今回のラブリカと先の復活騒動は、すべてある一つの目的のための手段、先に対するヒーローの思い。そしてそんなヒーローのために奮闘するであろう、タイガのドクターとしての信念を利用したのぜ。そうすればタイガならきっと、クロノスに変身するだろうと踏んでな。そして後はクロノスに変身したデータの詰まったクロニクルガシャットを回収し、それを元に、クロニクルのマスターガシャットを修復した。その中にある一人の男のデータこそが、クロトの目的だったのぜ。研究所の手術台に眠らされていたのは、かつて命の管理者として散った男、クロトの父にしてテレビ本編のラスボス、ダンマサムネ。父を復活させてクロトは何をしようとしているのか、その全容がわかるのは次回。というわけで今回はここまでだ。ここまでクロトが大々的に悪事を働くのはテレビ本編の序盤から中盤以来だな。悪事スレスレのことは常にやってたけど。アナザーエンディングのクロトは今までと比べても気功が目立ちますね。いや気功はいつもしてたでしょ。それに比べりゃタクト振ってることなんて気功のうちにも入らないわよ。それは確かに。さてでは、次回、クロト、全裸でブーン。最大級の気功来ちゃった。